すみません、ちょっといい？いらっしゃいませ。お二人様でしょうか？いや、遊びに来たんじゃなくて。ここ松金組がケツ持ってる店だろ？え、ええ、それが何か？人を探してるんだけど、田代って人知らない？田代？ほら、いつも派手なジャージ着ててさ、夜でもグラサンしてるやつだよ。わかるだろ？あの人。そうそう、そいつだよ。知ってるじゃねえか。どこにいるかわかる？さっきまでここにいたんですけどね、ちょっと面倒なお客がいまして、その人連れてどこか行っちゃいました。焼き入れか。ま、あいつにはぴったりの仕事だな。どこに連れて行った？多分天下一通りの方です。ビルの裏手にあまり人が来ない空き地があるとかで。そのくらいの知恵は働くってわけか。焼き入れんなら人気のない場所ってのは鉄則だ。何偉そうに言ってんの。よっしゃ、行ってみようぜ、ターボー。ああ、助かったよ。いえ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。気に入った。さあ、行くか。ありがとうございました。
減にしろや。行くぞ。あのな、おっさん、うちん店はおさわり厳禁なんだよ。入り口に張り紙してるんだろうが。ですから触ってませんって。嘘つくんじゃねえ。女の子から苦情が来てんだよ。いた、田代くんだ。おお、マジでいつもあんな格好してんだ。ちょっと感動。あ、てめえは矢神。組の的の顔ぐらいは分かってんだ。うるせえ。あの、私はこれで。待ちやがれ。くそ、お前のせいで逃げられたじゃねえか。どうせ変な因縁つけて金巻き上げようとしてただけだろ。あの客が本当に追い出してたのかどうか怪しいもんだぜ。はあ、マジだし。あ、動揺してる。こりゃ図星だね。な、こういうやつなんだよ。だから追いはぎされても文句は言えねえ。追いはぎ？何のことだよ。君が着ているその服、ちょっと貸してくれない？ざけんな！これいくらしたと思ってんだ？知らねえよ。けど、そんなに高価な服着て歩いてちゃダメだろ？こんな危険な町でよ。今すぐ脱げば痛い目見なくて済むし、こっちも綺麗な服が手に入って大助かり。つまりウィンウィンってやつ。乗っといた方がいいんじゃない？なめんじゃねえぞ。そんなにこの服が欲しけりゃ力ずくで奪ってみやがれ。よし、さっさと済ましちまおうぜ、タボ。ああ、誰かに見られたらこっちがまずい。お、なんだこいつ、結構金持ってんな。財布の中、札でパンパンだぞ。ちょっと、それに手つけたら強盗だよ。はいはい、分かってますよ。っていうか、服はいいのか？だから借りるだけって言ってるだろう。元弁護士が言うなら信じるよ。見立て通り、サイズもちょうどだな。似合ってるぜ、タボ。嬉しくないって。よし、それじゃあ盗聴器を仕掛けに松金組の事務所に向かうぞ。あ、海藤さん、田代君のことを頼める？ああ、どうするつもりだ？さすがにこの時期すっぱだかでほっとけないでしょう。お優しいことで。ま、面が割れてんのは俺も同じだ。言っても役には立てねえし、仕方ねえ。よろしく。ターボ、下手打つんじゃねえぞ。大丈夫だって。もしもし。って、うわ、何その格好。うるさいな。田代くんの服だよ。オッケー。それじゃあ松金組の事務所前で合流しよう。わかった、すぐに行く。
杉浦、待たせたな。おい、杉浦。人違いじゃないですか。ダメだ、笑っちゃう。お前、ふざけんなよ。だってしょうがないじゃん。その格好、想像以上に破壊力すごいよ。お前が潜入したっていいんだぞ。ごめんごめん。とにかく変装はバッチリだね。ああ、さっさと済ませよう。八神さんが事務所の中に盗聴器を仕掛けたら、こっちですぐモニターするから、設置が終わったらすぐに脱出していいよ。わかった。それじゃ、準備はいいね。ああ、問題ない。お前マジで覚えとけよ。お、相変わらず生かしてますね。今度俺にもいい店を教えてくださいよ。おう、田代か。エメラルドヒルズの揉め事、ちゃんと解決したのか。まあ今は八神の件で組中が大変なんだ。それくらいはお前らで片付けてくんねえとな。ああそうだ、お前ちょっと留守番しててくれ。コンビニ行ってくるわ。5分くらいで戻るからよ。もしもし、こちら八神、聞こえてるか。大丈夫、拾えてるよ。早くそこから抜け出して。了解。おい田代、お前何してんだ。親父の部屋勝手に入るんじゃねえよ。
何かあったら当番の俺の責任になっちまうだろうが。おい、なんとか言えよ、こら。しかとこいてんじゃねえぞ。てめえは、ヤガミ。ああ、バレちゃったか。そっちからぶっ殺されに来るとは、いい度胸だな。うん、貸して返すな。やっちめえ。逃げられると思うな。これでてめえはおしまいだ。ちょ、待てよ。それ銃刀法違反でしょ。やかましい。更新にだろうが。あ、くそ、どうすりゃいいんだ。な、停電か。チャンス。危なかったね、八神さん。さっきの停電、お前の仕業か。盗聴器のおかげで全部聞こえてたからね。とっさにビルのブレーカーを落としたんだ。そっか、助かったよ。もたもたしてたら応援が来るかも。早くこっから離れよう。ああ。もう大丈夫だ。盗聴器はちゃんと動いてるか。ちょっと待った。そのイヤホンで盗聴？そう。大丈夫、ちゃんと動いてる。お、早速組員がどこかに電話してる。やったね。電話の相手、羽村だ。今の騒ぎを報告してる。羽村の居場所はわかるか。ちょっと待って。ん？長藩って長藩博打？神室町の賭場みたい。でも長藩博打の賭場ってどこ？餅は餅屋に聞けだな。賭場の場所ならギャンブル好きに聞けばいい。あ、地下カジノ？恋女房の下の。あそこの連中ならわかるんじゃないか。なるほどね。となると。ああ、あとはもう俺一人で大丈夫だ。わかった。ありがとな、助かったよ。難しいな。よし。あの女、いい尻してんな。
ちょっといいですか。うん？何？神室町で長範博打ができる賭場って知りません？長範博打？ああ、チャンピオン街のあれのことか。確かに普通じゃ入れない場所だからな。あ、知ってるんですか。どこにあるのか教えてほしいんですけど。まあ教えてやってもいいけど。けど？あそこの女、いい尻してると思わない？おお、確かになかなかですね。で、それが何か。あの子と飲みたいんだよ。兄さん、あの子に声かけてきてくんない？なんで俺が。そりゃイケメンが誘った方が成功率高そうだろ。そこんとこ俺は謙虚なんだ。しょうがないな。じゃあうまくいったら教えてくださいよ。ああ。ちょっと横いい？どうぞ。ここよく来るの？ええ、お酒とギャンブルが好きなの。それと、いい男。いい男？一度、映画みたいなセリフで口説かれてみたいわ。何を飲むの？マティーニ。勝負前はいつもそれ。ウォッカマティーニを捨てやせずにシェイクで。そうよ、映画に詳しいのね。俺におごらせてくれないかな。仲間もいる。一緒に楽しもう。お酒だけ？え？言ったでしょ、私ギャンブルも好きなの。ヒリヒリするような熱い勝負が好き。ポーカーで私に勝ったらいいわ。付き合ってあげる。よし、決まりだ。